ツイッターの写真可愛かった。本当ですか。でもね、あの写真はちょっと漏れましたね。そう、ツイッターの写真ハッシュタグあれつけようとしたけど忘れちゃった。みっちゃんとみんなの BOG 計画につけるの忘れちゃった。皆さんリツイートしてね、田辺のツイッターの画像。全然バリバリの日本人なんだけどな。ううん、漏れた、漏ったじゃないや、漏れた。タイベは加工しないようにしてる最近。実物見られた時に違うってなったら嫌だからあんま加工しないようにしてます最近。まあ肌とかは加工してるけど、なんか美肌みたいな。ごめん口になっちゃった。昔ルアーさんに真冬美人でお前。本当ですか。まあ日本人なので。リョウハさんってすごい顔整ってますよね。毎回思う。毎回思います。今日まつげバサバサですね。いい感じ。みっちゃんも可愛い顔じゃん。ありがとうございます。実物見た時に違う。写真よりもっとか、ほんと田辺ってさ、どっちの人ですか皆さん。実物、写真より実物の方がいいタイプなのか、実物よりも写真の方がいいタイプなのか。そんなはリョウハ推しでした。リョウハさん推しだったんですね。でも写真って言ってもどの写真と比べるんだ。絶対プロフィールのさ、壁写真アーシャのやつは全然違いますよね。田辺自撮りかな、何だろう、何と比べるんだろう皆さん。実物の方がいいと。本当ありがとうございます。ありがとうございます。たまに分かんなくなるんですよね。どれが本当の自分なのか分かんない。結構写真写り悪い方だからさ、田辺自撮りはだいぶ上手くなったとは思うけど。今日のツイッターの写真は実物とあんま、見てないから分かんないか、なんでもないです。
最近帰ってなくてやっと帰って今日とないぼけてかない、ありがとう。そうそうそう、実物、今日の写真と実物どっちがいいですかって聞こうと思ったけど、いや合ってないやんと思って、公園とかあったら分かるけど、そう、田辺ってさ多分結構目がさ開いてないからなのか、なんかあんま写りが良くないんですよね。あー、ポチポチありがとうございます、皆さん。ありがとうございます。どんな感じですか、皆さん。ファッションフォーユー。今日のツイッターの写真はゆっくり見た、あれですか、木下さんですか。あんなお綺麗ではない田辺は、あんなハーフ顔ではないですよ。木下さんはハーフなんですかね。すごいハーフ顔ですよね。半年以上はしてません、待ってますよ。ハーフです。これはどっちなんだ、ハーフなのかハーフではないのか。でもさ、田辺的にさ一番撮影で漏れてたなって思うのはさ、去年のブブカさんかな、でみよまるさんと田辺とひなぴよの3人でポスターみたいになった写真あったじゃないですか。あの写真がめちゃくちゃ漏れてた。すごいね、みんなからも可愛いって言われた、地元の友達とかからも。あ、ハーフがダメなんですね。なるほど、ハーフなんだ、ありがとうございます。そうそうそう、未来とあの衣装着てたやつ、あれ田辺あれ漏れてたな。あの田辺めっちゃ写りよくなかったことないですか。このダンスもすごかった。まあでも確かに田辺もめちゃくちゃ思い出以上やるときいろんな方の見たから、木下さんのとかもいっぱい見ました。木下さんの歌声が好きです、田辺。あ、風邪じゃないです、ちょっとむせただけです、ごめんなさい。
BYG のドアップの写真も好き。あれも意外と漏れてましたよね。よく卒業生知ってるね。いやでも結構知ってるんじゃないですかメンバーは。木下さん、あと誰やってたっけな。ジャンヌダルクは山下さんじゃなくて山田、エリカさん、そう、絵がついてた、山田エリカさん、そう、それ、山田エリカさん、でしたし、そして田辺はなんかなぜか偶然なんですけど山下ゆかりさんの何の衣装とかいつも覚えてないんですけど山下ゆかりさんの衣装を着ることが多い気がする。全然変わっちゃうんですけど。スマッシュは分からないんですけど山田エリカさんはご存知ですね。ツナマヨ昆布に鮭みっちゃ何田辺は何おにぎりの具なんですか。分かんない。山下ゆかりさんって身長高かったですか。そんな高くない。結構さ衣装とかでいろいろ覚える機会が多い気がする。なんか先輩の衣装とか着る機会が多いから。そんな高くない。じゃあ田辺とちょうどいいですね。ちょうどいいですね。キャッチフレーズ、そうなんだ。そっか、ゆかりがあるんだもんね、おにぎりの具。何かを言おうとしたけど忘れちゃった。そう、先輩の名前が貼ってあるんです。鉄の衣装が。高井さんじゃなくってなんか高が最初の漢字につく方いらっしゃいますよね。ど忘れしちゃった田辺今。そう高田さん、高田しおりさんですね。高田さんの衣装着てます。鉄なのどの衣装は忘れちゃったっけ。高田さんとおぎそさんミックスみたいな。これの中の服はおぎそさんみたいなとかなんかそういう感じのだったりする。レナさんはあったっけ。なんかあったようなないような、何かの衣装がレナさんだったような気がするようなしないような。でもなんか制服の目公演のジェラシーのアリバイの時の衣装がレナさんの衣装でした。松井レナさんの衣装でした。ピンク
あのジェラシーのアリバイの衣装がピンクでした。アイス食べ過ぎて口の中が大変です。落ち着け落ち着け。あと田辺ね、あと田辺ね、東さんの衣装着る機会が多いかも。細いですよね東さん。細いですよね東さんの衣装めっちゃ細いんですよね。マジで細いですよね。東さんの衣装が一番細い気がするんだけどな。田辺わかんないけど、本当にそうかどうかわかんないけど、田辺が毎回着るときに思うのは東さんの衣装細いなと思う。衣装細い、あのウエストが。あとさ、まあその時田辺がちょっと太ってたっていうのもあるかもしれないけど、読み方合ってんのかな。ゴーダさんだっけ。神という漢字を書く。ゴードさんだ。だじゃなかった。ごめんなさい。ゴードさん。ゴードさん。あ、そうそうそう。だじゃなかった。そう、角。そうさんの衣装を着る機会があったんだけどね、めちゃくちゃ遅かった、めっちゃ遅かった。でも田辺その時一番太ってたんだよな。だからだと思うんですけど、めちゃくちゃ遅いですよね。もう細くてわーって思った。でもね、背の低い方の衣装もね当てられがちなの。田辺ごめんなさい、 iPad のね充電がなかった。 10% しかなかった。だってあのパジャマドライブの衣装あるじゃないですか。パジャマドライブの衣装、最初の頭の次の曲の衣装、ご機嫌斜めなマーメイドからの衣装あるじゃないですか。あるじゃないですか。あれ最初田辺変わったんですけど、最初田辺矢吹奈子さんが着てた衣装だった。
HKT だと誰が着てたんだろうと思って調べたら矢吹奈子さんが着てた衣装だった。え、わかんない、わかんないけど、この衣装が博多に行ってた衣装なのかわからないけど、わからないけど、ごめんなさい、違ったらごめんなさい、あの画像から探しただけなので、タイムも調べて探しただけなので全然わかんないけど、だと矢吹奈子さんと同じ形の衣装だった。タイムが調べた HKT やってるじゃないですか、パジャマドライブやってましたよね。だから違う、なんかパジャマドライブで調べたら HKT が出てきた。だからなんかいろいろ調べたんですよ、誰が出てきた、誰が着てるんだろうみたいな。でそう、誰かの衣装が何だっけ、キミちゃんかな、キミちゃんの衣装の形が指原さんが着てる衣装の形とか、なんかそのご機嫌斜めなマーメイドからの衣装がいろんなタイプの形があるんですよ。ワンピースだったりお腹出しだったりとかいろいろあって、どういう衣装みたいな感じで、それで誰かが「え、君はなんか指原さんと同じ衣装」って言ってて、ああと思って HKT もそういえばやってたなと思って、それで調べて見てたら、田辺は矢吹奈子さんが最初着た。でもその後衣装チェンジされて違う方が着てる衣装になった。大丈夫かな、ピーポーなってる。そうそうそう、賑やかですね、はい、そうそうそう、結局衣装変わったんですけど、でもその矢吹奈子さんが着て衣装は確か緑のワンピースで、ただいま最初緑のワンピースだったんです本当は。すっごい似合ってなかったけど、びっくりするぐらい緑似合わないやんと思って、蛍光な緑っていうのもあるのかもしれないけど、びっくりするぐらい似合ってなかった。緑の衣装本当に似合わなかった。え、蛍光の緑だったから似合わなかったのかな。すっごい似合ってなかったんですよ。本当にびっくりした。でも一番ね似合ってなかったな、今までのね着てきた衣装の中で一番似合ってない衣装はね、ジャンヌダルクの衣装。びっくりした。なんか最初のさ衣装さ着るときにさ、フィッティングのときにさ着るんですけど、本当に似合ってなくって、本当にマジで似合ってなくって、どうしようと思いました。なんかいろいろ調べたんですよ、ジャンヌダルクの衣装、いや、イエベとか関係なく、田辺はあの衣装がめちゃくちゃ似合ってなかった。なんか、いろいろ調べたんですよ。なんか、NCT さんもやってたので、ジャンヌ・ダルクやってたなと思って。それも調べたりして。その時はどの、水木のポジションの方はどんな衣装着てるんだろうとか、調べて。あの、フィッティングの前にね、調べて。あー。この衣装かと思って、でも SKE だと違う衣装で、どっちなんだろうと思いながら、でも田辺は多分 SKE のそのまんまの形の衣装だと絶対似合わないよなと思ってて、そう似合わないよなと思ってて、そう思ってたらやっぱりその似合わない衣装をフィッティングで着るってなって、きたマジで似合わなくって、本当に似合ってなくってびっくりしたんですよ本当に。え、
マジで似合ってないですねみたいな感じで食べた衣装さんにも、え、似合わなみたいな、みっちゃんにも似合わない衣装あるんだって言われて、本当に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 、そう、なんか身長の関係もあると思うんですけど、その方もめちゃくちゃ背高いからっていうのもあるし、まあ、今まで田辺そういう曲やったことないっていうのもあるかもしれないけど、マジで似合ってなくって、本当に似合ってなくってびっくりしたんですよ。田辺も鏡見て、まあめっちゃ似合ってないみたいな。いや、ああいうボーイッシュな衣装似合わないんですよね、田辺多分。どちらかといえば男性に近いようなああいう衣装が多分似合わないのか。似合わない衣装あるんだ、最高の方が。確かに確かにそうなんですけど、似合ってなくてびっくりしたんです。だからなんかその時はまあフィッティングだから、まあ髪の毛もまあいつものあの時公演の時みたいにしっかりやってるわけではないし、まあすっぴんだったから似合ってなかったのかなって思い込むようにしたんですけど、その後メイクとか結構割として着る機会があったんですけど、やっぱ似合ってなかった、似合ってなかった。あー、やっぱ似合ってない、似合ってないと思って、あ、すっぴんだからとかじゃなくて本当に似合ってないんだと思って、うん、多分ね、ど、なん、多分そうそうそう、あの、そうそう、それこそその奇跡は間に合わないとか、絶対似合わないと思う、田辺。なんでだろうね、ああいうの似合わないんですよね、多分きっと。似合わない衣装探し結構面白いですよね、絶対似合わないと思う。あと皆さん何の衣装に合わないと思います？そんな時間撮る時間なかった、写真もう裏ずっとバタバタだったし、パジャマドライブなんてずっとなんか BD もやってたから全然撮る時間なかった。てか12周年公演はあんまり時間なかったから写真撮る時間なかった。頭の曲とかはあったけど、あー絶対に合わない、リターンマッチの男の衣装絶対に合わない、多分やる機会はあんまないと思うけど絶対に合わないと思う。なんかさ、ああいうネクタイで本当に本当にそういう系に合わないんですよね、多分田辺って。でもダンスメドレー S 公演のアンダー出させていただいた時にロングパンツ、ロングのズボンの方は着たことあるんですよ、アンダー出た時にダンスメドレーの衣装。それは別にそこまで思わなかったんだけどな。てか普段水木結構スカートよりもズボンの方が大きいから、多いから履くことが多いからあれだと思ったんだけど、多分さスーツみたいなの似合わないんですよね、スーツもうかっちりしてるやつ、ネクタイにロングパンツみたいな、ロングのズボンみたいな。ああ、お手上げならばどうなんだろう、どうなんだろう、
エンドロール、あー、あれもかっこいいけど、どうなんだろうね。え、パンチラインのさ、ズボンは絶対に合わない気がする、水木。スカートはいいかもしんないけど、ズボンは絶対に合わないと思う。あ、羊の写真ありましたよね、生写真。あれさ、テレビのイメージ的には絶対メイドさんだろうなと思ってたんだけどさ、その生写真撮影の時に確か熊崎さんもその生写真撮影が一緒 で、ね、熊崎さんが羊の衣装を着てて、え、いいと思ってえ、ターベも着たいと思って着たんですけど、後から見た時に、あ、メイドの方にすればよかったと思った。マジで似合ってなかった、羊が。あ、そうね、多分そういうことだわ。かっこいい系は似合うけど、ボーイッシュ系が似合わないんだ。エンドロールもめっちゃかっこよかったよね。ひなぴよめっちゃかっこよかった、見てたんですけど、マジかっこよかった。エンドロールむずいよな。え、なんか S 公演のナターシャ似合わない気がする、田辺なんとなくだけど、似合うかな、あれ着る機会がないから分からんけど、そのキャップ好き。これはキャスケットですね。本当はね、キャップがね、新しいキャップがね届いたんですよ今日。それ被ろうかなと思ったんですけど、なんか格好に合わなくて、エンドロールは分かる、崩して踊る感じですよね。なんだろう、ちょっとなんかいい感じに力を抜いて踊りますよね、エンドロールって。やったことないや。そういう力を抜く踊りみたいな、そういう曲をやったことがない。はじめまして、はじめまして。そうそうそう、やったことないな。いい感じに力、あ、でもあれはちょっと近いのかな、エスケープのさ、エスケープのサビじゃなくって、エスケープの A メロ B メロみたいな、年の差なんてのところ、あれは力抜く、力入れるけど力抜くところは抜くようなイメージ、田辺のイメージ。サビはめちゃくちゃバキバキだけど、
だるそうに踊る、うん、だるそうではないんですよね。なんかラフ、難しいな。力を全部入れすぎたら逆にはかっこ悪くなる踊りみたいな。あ、そう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 、遊びがある感じ、メリハリみたいな、それや。エンドロールぜひ見たいな、する機会があればいいですね。でもさ、思い出以上もさ、めちゃくちゃかっこいいと思ってさ、すごい憧れみたいな感じで言ってたけどさ、まさかこんな早くするとは思わなかったよ。田辺もうやって 1,2 年後ぐらいかなみたいな、偶然そういう機会があって 1,2 年ぐらい先かなと思ったら、こんな早いとは思わなかった。そうそうそう、ツアーとかで偶然一緒当てはまるみたいな、そういう感じだったから。髪の毛フレンズエンドロール本当ひなぴよに教わんなきゃ。フリー、ターベもいろんなユニットやってみたいんですよね。ターベ的にはアメピとね、バーコードをやってみたいんですよ。鉄菜だったら。めちゃくちゃ言ってるんですけど、これは。アメピやったことないよ。なんか誰かにも、誰かにもアメピやったことありそうとか、やったことないのって言われるけど、やったことないんですよ。はい。やったことないです。ごめんなさい。めっちゃ落ちた。ごめんね、今下めちゃバラバラなんですよね、部屋が。さっき急いでメイクした、メイク直したから汚い部屋が。大丈夫、部屋映ってた今ああよかった。何かの服の袋、服の袋はない。よかった。何も見てないって言われたらもう見てるようなものですけどね。
何の話してたっけ。あ、そうそう、公演の話をしてたんだ。そう、いい公演もさ、田辺出たいんですよね。ゆかだけで私、ありがとうございます。別にそんな映って悪いもんなないんですけど、ちょっと汚い。まあね、いい人数も多いから難しいんですよね、なかなか。ね、いいよ、とりあえず。なんかこの間昇格したメンバーが出演するみたいな感じですよね。タイムも出たいな、早く。みっちゃんのカップリング、あ、ちゃちゃちゃんちゃんちゃんちゃちゃちゃんちち、あ、わかんない、振りわかんないや。内面難しそうだな、マイクスタンド。田辺タップダンスも確かに愛してたけど、そんな自慢できるレベルじゃないですよ。まあ、他のダンスもそんな自慢できるレベルじゃないんですけど、そんなね、そんな自慢、なんか、まあ、自慢げに特技はダンスで、でも本当にそれしかないから言ってるけど、そんな自慢できない。最初の頃めっちゃさ、本当にさ、田辺さ、慣れてきたのダンスとかぐらいしかなかったからさ、そろばんも習ってたことあるけど、そろばんなんてもう忘れちゃったしさ、もう本当にないんですけど。ちょっとやってみて、どういうことや。安全、あー、でも軽い計算だったら割と早いかも。そんな大きい数字になるとできないけど、軽い計算だったら割と早い。足し算引き算。自信が小競合ってわけでもないんだけど、自信はあるけど、自信、他の人よりは自信はあるけど、そんな声を大にしてはあんま言うほどのものでもないみたいな。なんかすごい難しいところです。あ、ご飯の計算できないの田辺。あの、割り算ができないの田辺。足し算引き算はできるんだけど、割り算ができない、あれができない。何人からご飯食べに行って、お会計の時どうやってお金を払うかみたいな、その人はぴったし持ってないみたいな、そういう計算ができない。7の段やったら天才の世界。あ、ほんと7、1が7、7、2、7、7、3、21、7、4、28、7、5、35、7、6、42、7、9、63、ん ?7、6、42、7、7、49、7、8、56、7、9、63。あれ、なんか減った、なんか消えた、消えてたよね。天才やろ田辺ね、めっちゃ得意なんですよ、この掛け算。天才なの田辺。そう、田辺天才なの。なんかあるじゃん、なんか小学校の時にさ、1から1から、なんだっけ、掛け算
1の段から9の段までの掛け算早くなんかランダムに書いてあって、それ100問ぐらいのやつを100問ぐらいランダムに書いてあって、それを答えるみたいなやつで、書き終わった人から入ってすぐ手挙げるんだけど、田辺の最高記録はクラスで2番目だったそれだけ覚えてる。めちゃくちゃ覚えてる。めちゃくちゃ得意だったのそれが。あーそう、なんかわかんないけど、なんとか計算小学校の時だけど、それはめちゃくちゃ覚えてる。他の勉強は全然できないけど、それめっちゃできたんですよ。天才やろ。でもこのさ栄光ってさ、もう10年以上前の話なんですよね。それをさ、10年以上前の話を今でも念に持ってさ自慢してるって恥ずかしいですよね。新潟の天才やばい。新潟の天才って言い張りたいけどさ、新潟の天才って言ったらなんか勘違いされちゃいそうだから、そんな高くないよ。でもね、漢字が絶望的に読めないんですよね。漢字が絶望的に弱いんですよね。掛け算はめちゃくちゃ得意なんだよ。掛け算得意なんだ。ああ。まあ天才っていうか得意って感じですよね。やばい、多分眠くなってきた。皆さんもポチポチありがとうございます。そろそろ配信を終わろうと思います。すいません、ちょっと睡魔が限界を迎えてきそう。この配信前もめちゃくちゃ眠かったんですけど、頑張って起きました。はぁって叫んで起きました。ありがとうございました。また配信するとき配信するって言いますね。ちょっと涙に気合い入れすぎたな。そうそうそう、ありがとうございました。ポチポチもよろしくお願いします。パッションフォーユー。あとツイッター投稿したので、リツイートとかよろしくお願いします。いいねとリツイート。バイバーイ。おやすみなさーい。